石橋道宏は、日本の労働運動家、政治家。立憲民主党所属の参議院議員。父は、元衆議院議員の石橋大吉。情報労連組織内候補。参議院厚生労働委員会理事。所属会派、立憲民主、社民。島根県安木市生まれ。幼少期を、東京都武蔵野市で過ごす。現在は、 東京都在住、1978年に松江市立内中原小学校卒業、1981年に松江市立第一中学校卒業、1984年に島根県立松江北高等学校卒業、1988年に中央大学法学部法律学科卒業後、アメリカ合衆国のアラバマ大学大学院に、 留学して1991年に修了して、政治学修士号取得。1992年に帰国し、全国電気通信労働組合中央本部入職。1994年に、国際自由労働組合総連盟、アジア太平洋地域事務所へ出向。情報局長、青年部長を歴任。1998年に帰国し、 全電通中央本部国際担当部長。CI 日本加盟組織協議会事務局長。2001年国際労働機関、国際研修センター労働者教育プログラムアジア、太平洋地域担当官として、イタリアトリノで勤務して教育プログラムの策定や、労働者技術協力活動等を行う。2006年に、ILO 東南アジア太平洋諸島地域、 担当サブ地域事務所、労働者活動担当上級専門官を2009年に退官、帰国するまで務める。2009年4月から、NTT 労組特別中央執行委員及び、情報労連中央本部特別執行委員に就任。NTT 労働組合出身で、情報労連の組織内候補を12年間務めた、後に引退を決めた。 内藤正光の後継組織内候補になる。2010年3月から民主党参議院比例第63総支部総支部長。同年7月11日に行われた第22回参議院議員通常選挙に民主党公認で比例区から出馬し初当選。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で 民主党代表の海江田万里が落選。海江田の辞任に伴い2015年1月18日に行われた代表選挙では長妻明の推薦人に名を連ねた。2016年7月10日に行われた第24回参議院議員通常選挙に民進党公認で比例区より立候補し再選。2016年民進党代表選挙では 推薦人集めに苦慮していた、玉木雄一郎のため、菅直虎と共に推薦人となった。2017年7月27日、民進党代表の蓮舫が、同月の東京都議会議員選挙の結果を受けて、辞任を表明。蓮舫の辞任に伴う代表選挙では、枝野幸男の推薦人に名を連ねた。2018年5月の民進党と希望の党による、 新党には参加せず、5月7日に、民進党を利党、立憲民主党に入党を申請、翌8日の常任幹事会で入党が承認された。2020年9月15日、旧立憲民主党、旧国民民主党などが合流し、新立憲民主党が設立。石橋も新党に参加。 2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で立憲民主党は議席を109から96に減らし11月2日、枝野幸男代表は引石辞任を表明。枝野の辞任に伴う代表選挙では西村ちなみの推薦人に名を連ねた。経済産業委員会行政監視委員会令和3年3月20日、現在 ありがとうございます。